ここにいたらまずいわ。一体何が？みんなはどこに？被験者たちの精神状態が弱ってきたため、研究に支障が出てきた。ビーコン精神病院の患者を使った実験を中止し、もっと精神が安定している被験者へ移行することを、メビウスの連中は望んでいる。ステムの実用化を急いでいるのだろう。普通の人間の場合、患者たちと同じような世界を体験するのだろうか。精神状態が良好な脳だった場合、体力を消耗するこの実験にどう反応するのだろうか。またあの夢を見た。私がステムに入る夢を。空気が重い。何ヶ月にも及ぶ秘密と口実の説明、いわば洗脳の末、やっと彼らの一員として認められた。この組織はお世辞にもシンプルとは言い難い。近代的な外観とは裏腹に、一世紀ほども前から研究を行ってきたのではないかと思わされることがある。私が把握している限り、ここの施設はいくつもあるうちの一つに過ぎないようだ。そうそうたる家系が根深く絡んでいて、その財力については言うまでもない。それを踏まえると私の可能性も広がってくる。私がビーコン精神病院で行ってきた独自の研究が一目置かれ、この機会につながった。大変ありがたいことだ。ここでは
予算は二の次で結果のみが重要だと言われる。昨今の基準からすると随分と古く感じられる仕事の取り組み方だと感じる。病院での本来の仕事と両立することも問題なくできそうだ。しかしあのルベン、あの若さですでに彼の研究は目を見張るものがある。今はそこまででもないが、近い将来私の研究を手伝うことになるかもしれん。キッドマン、ジュリ、驚くような経歴ね。私も驚いたわ、あんたが字を読めるなんてね。そんなにピリピリしないで。ここどこなのよ。私に何のよ。あなたは逮捕され拘留されている。そこまでは分かってるでしょ。質問に答えて。ここは取調室じゃないし、パクられた後でソファーに座らせるなんてありえないでしょ。住所不定、14歳から一人、家出かしら。今まで無事でいられたのは驚きね。でもそれほどの生存能力があれば別の選択もあったはずだけど。生き延びるためにやっただけよ。捕まって悔やんでるとでも思った？食い物も出るし檻の中も悪くないわ。今日からそれを変えられるとしたら。あなたは頭がいい。失うものも悲しむ人もいない。そういう人材になら特別なチャンスを与えられる。何の話？それって逃がしてくれるとか？そうね、それに近い話になるわ。続きを聞かせて。ステムにつながれた患者の様子がおかしい。症状が悪化している。ステム経験者たちが体験した個人的なトラウマをお互い共有しているようだ。あたかも皆の心の奥底にある恐怖がシステムの脳髄に残存しているかのようだ。最近の患者の証言が気がかりで仕方ない。どの患者もフードをかぶった人物がゆっくり向かってきたと言っている。まさか彼なのか。
彼の意識がゴーストとしてシステムに残存しているというのか。私はかつてこんなにも好奇心を満たされたことがあっただろうか。知りたい。患者が見ている世界をこの目で見てみたい。でも今は危険すぎる。